吉本、所属6000人を対象としました、はい、吉本坂46を結成いたします。これ本当に、はい、詳しくは、はい、皆さん、こちらをご覧ください。皆さん、こんにちは、秋元です。この度、大崎社長の方からお話がございまして、乃木坂46、景気坂46に続く、グループを吉本に作りたいということでですね、吉本の芸人の皆さんにご協力いただいて吉本坂46を作りました、坂がない、吉本坂というのは乃木坂のように本当にあるのかということは分かりませんが、人気も上り坂下り坂、いろいろあるようにきっと吉本にも坂があるのでしょう。ですから吉本坂46、これをプロデュースしたいと思います。応募資格はですね、まあ、これからオーディションをするわけですが、皆さん、男女問わず年齢問わず、経験問わず、どなたでもご応募いただけます。そしてオーディションをさせていただいて、その中から、何人でしょうね、まだ決めておりませんが、最強のグループを作りたいと思います。それが、グループのグループかは僕も分かりませんが、ぜひ皆様のご協力をいただいて、乃木坂46、欅坂46に続く第3弾、吉本坂46を成功させたいと思いますので、よろしくお願いいたします。この先輩に入ってほしい、あるいはこの先輩には入ってほしくないって理由はちょっとお願いしたいと思うんですけれども、じゃあ吉村さんたちに、俺から、はい、入ってほしくない人、入ってほしくない人、入ってほしくない人ですか、あるいは入ってほしいと理由を含めまして、ね、全て理由を、こんなに責めないといけないで、でもまあ入ってほしいのは河野さんに入ってほしいですね。すごい前向きなんですよ、さっきから話を聞いたら、ね、すごい前向きなんで、ぜひ入ってもらいたいな、はい、まあ先輩じゃないですけど、まあ、村本ですよね、入ってほしくないのは単純に嫌いだっていうのがあるやめてアメリカ行くみたいです、早く行ってほしいなって、本当ただ裏切つらみたいな、でこんなことになるんだったらみんな誰も言わない方がいいです。僕が絶対言わない、僕が一応言いましたけど、こんなことになったら僕だけにしておいてください、これは僕だけの話です、すいません、ありがとうございます。じゃあ小森さん、あの今絶対入ってほしいっていうふうな名指しでしたけれども、はい、本当に入りたいですか。本当に入りたそうに見えないですか。逆に結構前のめりな感じで、はい、話も聞いて、理由は何でしょう。入りたい理由ですか、はいはい、やっぱりその乃木坂でありますとか欅坂でありますとか、今の勢いを考えますと、吉本もやはりその坂というものに一緒になってこう上り坂ですよね、下り坂にならないようにこの坂を駆け上がっていきたいと私はそんな深くそういうような急に言われても分かるわけないだろ、もうお仕事に坂がないんだから、オーディションですか、もうオーディションなんですか、これオーディションが始まったんですか。あのライバルはどなたですか。ライバルは、ライバル平手ちゃんですよ、それはそうでしょう、それは欅坂とか乃木坂とかライバルです、もちろん。
そのうち遺跡とかもありますから絶対吉本坂できたら欅坂に行く人もいるでしょうし、県人が出ますよ。欅坂から吉本坂に入る人もいるでしょうし、ねえ田中さん、誰に言ってんの、絶対言ってんの。例えば、はい、スキャンダルはご法度だと思うんですけれども、うん、スキャンダル皆さん大丈夫ですか。いやそもそもご法度でしょ、はい、この状態でもご法度なんで、ね、そうですよね。スキャンダル系大丈夫です皆さん、大丈夫ですか、まあ、恋愛禁止だっていうふうになったんで、まあ、そうか、そうか、それさっきの話で、うん、でも37の独身の恋愛禁止ってなんだろうっていろいろ考えて、だから去勢します。もし去勢して入るっていうのも決めました。すごいね。スキャンダル、あの仮想通貨、あの仮想通貨ってね、なくなったって30万円もないだろ。30万円もないだろ。それは大丈夫ですね。自分から入ってきて何なんだよ。仮想通貨、はい、仮想通貨スキャンダルの話ですから。スキャンダルの話、スキャンダルじゃない、陣内さんも一応会いたいんですよね。いやー、入りきましょう。入りたくないですよ。赤陣内さん、知らず今ちょうど MC やったんで、ちょっと入りたくないですから、ね、いや絶対総監督でしょ、知り合いみたいな人。いや、すっごい笑われるで入ったな。あいつ陣内吉本さんが結構入ったで、ね、笑うよ、もう入れ笑う。チーム Y のキャプテンじゃないですか。チーム Y 言うな。いやちょっとまだね、状況わかんないんで、そちょっと分かってきてから行こうかなって感じですね。でもあのね、秋元さんのオーディションがあるわけですから、オーディションあるみたいですね。その時は OK になりますか。オーディションですか、ね、行きましょう。いや行かないです。行けよ。行かないってってよ。いやちょっと前向きに考えて、今まで行かないかなという前向きに、はい。ジミーさんはあのさっきからあの行くとこに、これマイクええわ。なんで一応持ってた方がいいんですよ。ジミーさんは、はい、当然メンバーの入りしたいですよね。いや、あの、したいです。したいですけど、僕、たくさん仕事あるんですよ。いや、みんな、もういろいろありますよ。すごいな。みんな。いや、だから、その中でも、忙しい中でもやるっていう。その、もう忙しい合間を縫って、稽古とかいろいろするわけですよ。いや、もちろんですよ。ほんなもう、このお母ちゃんの介護もありゃ。おかん、徘徊するからたまに俺迎えに行ったりしてんの。でもファン増えますよ、そういうことしながら ね、あの稽古してたらすごい、あの特集されやすいし。ジミーさん絶対行った方がいいと思います。絶対オーディション、うん、僕ですか。絶対あのちょっと応募してみます。はい、あ、例えばダンスとか大丈夫ですか。ダンスですか。あ、ボックスしか。ボックスは踏める。ボックスは踏めますけど。ボックスはソシアルダンスですか。え？ボックスはソシアルダンスじゃないですか。いや、僕ラテン系なんで。すごいラリー。しずちゃん、いよいよ来ましたね。いよいよ。光ってるよ、ここ。赤で光ってるから、打たれるだけ。当然。当然応募ですよね。そうですね、やっぱりあの元々私あの芸人になる前アイドル志望であのアイドルオーディションを受けたりしてたんで、やっぱりこうワーキャー言われたかったから、あのこの吉本坂46はこう男性ファンワーキャー言われたりしたいので、あのぜひあのアジアの隅田さんと一緒に、あの婚活もの意味も込めて一緒に入りたいです。二人でチヤホヤされたいです。あー。ね。あー。そうでした。そうでした。そういうこともある。これじゃなかったですか。すみません、大丈夫です、ね、あの吉本の中で、はい、ちいさんにとってのライバルはどなたになりますか。吉本の中で、はいはい、そうですね、やっぱり、まあ、体格も私大きいので、
大林素子さん。吉本ちゃうで、吉本好きだけど吉本じゃない半分吉本みたいな感じ吉本好きなだけやじゃあそのライバルのを求めて、はい、この人には入ってほしくないなっていう人いますか。あそれはやっぱりもう山ちゃんですね。山ちゃんあでも山ちゃんなんか秋元さんとなんかありそうですけどねなんか繋がってそうだから嫌ですね。もし山ちゃんがメンバー入りした場合に実際どうしますか。抜けます卒業すぐ抜けます卒業しますすぐ、はい、すぐ卒業ですか喫茶店の買いますかこれ。じゃあ例えば入ったらこんなことをやりたい、うん、こんなアイドルになりたいっていう皆さんそれぞれ思ってらっしゃると思いますので、はい、一人ずつ聞いていきます。はい、一人ずつこんなアイドルになりたい。いいよもう、ね、そうしましょう。山田ちゅーちゃんお願いします。そうですね、やっぱりマスパーリングとかあ、しかも間違えました。歌ったり踊ったりスパーリングしたり間違えました。はい、歌ったりしたり、はいはい、すいません、そろそろ、はい、じゃあ皆さん、こんなアイドルになりたい、一言ずつちょっと簡単にいただきたいと思います。ちょっとトップバッター得意だけ噛んでしまった今って今女性だけのアイドルグループと男性だけのアイドルグループがいるんですけど、多分それって今の時代に合ってなくて、多分僕はこの先男女混合のアイドルグループが来るって言われてるんですよ、はい、で多分秋元先生はそれを見越してこれ作ったのかなっていうのと、僕は秋元先生が嘘ついてる姿一回も見たことないんで、これを本当にドームに行くし紅白にも出ると思います。笑顔で楽しいアイドルになりたいと思います。お前なんか常に舌をこうベロベロ出してるようなアイドルね。別に深い意味はなく舌をベロベロって出してる、そういうアイドルに。こういう時出してるんですか。そういうアイドルです。いやもう本当にちょっと紅白とか東京ドームとか遠いところじゃなくてそれ結構近いところに目標を定めると結構みんな式上がっていくと思うんで、欅坂乃木坂がちょっと震わせるようなアイドルになっていきたいなと思ってるんですよ。なんで後々はまあユニット各3人5人なりのユニットを組んでまた別で派生したユニットアイドルも作るようになりましたし、でまたそれを含めてユニットコンボ、まあ、そういうのを含めて全然展開していくのがあとはよくなると前のめりやな一人ずつの各県代表のユニット47のユニットもやりたいと思います。社長もこれぐらい喋ってもらえたからなまあ秋元と2人でちょっと今ピョンチャン五輪が盛り上がってますけど、吉本にはスポーツ部門がありまして、私は体操なんですけど陸上とかそれからサッカーとか野球とかいろんな選手がいるんですよね。で昔ちょっとアイドル風の選手もいっぱいいますので、なんかちょっと若作りをしてですね、芸を磨いてで、世間を盛り上げていければと思います。素晴らしい、はい、レモンが似合うレモンが似合うアイドルになりたいです。あ、いいですね。いいです。素晴らしい。すいません、ちょっとイメージが湧かないんですけど、テレビジョンですよね。テレビジョン、レモンをこう持っているアイドルを、はい、ありがとうございました。いいそうですね、可愛いとかかっこいいだけじゃなく、お笑いもできるアイドルになりたいです。吉本新喜劇なんで寸劇もあるようなちょっと寸劇が歌の間にちょっと入れる。今なら本社で寸劇でいいな。寸劇っていいな。たまよはどうしてもアイドルになりたいのなりたいのやつしお願い利用するの。お願いします。
した、それぞれ仕事ガサガサやってくるどうしたんですか、これ使いすぎあのオリンピック、東京オリンピックありますんで、まあ、その時にですね、あの日本を代表する、アイドルグループになって、そしてあのブラジルの方にも聞かせたと思いますね、その曲を。おーおー、はい、どんな風に。ブラジルの人、音楽聞こえますかって言うてやりたいと思います、はい、でやりたい日本を代表するグループですね、東京オリンピックの時はい、いや、まあもう本当に皆さんの言うような、もう全部ひっくるめた、もう吉本初の素晴らしい吉本坂46にして、本当に今ちょっとみんなね半笑いですけども、本当これ世間を、国民をブームにするかもしれないんで、そのために一生懸命頑張りたいと思います、はい。